い、それじゃあね、マリオカート8を実況を撮っていきたいと思います。実況者は私、チャリと申します。このマリオカート8実況はパートが進むごとにテンションが上がるというね、謎の設定をしております。さあ、今回からパート3の中ではダウンロードコンテンツが導入された後に撮ったものとなります。パート2まではその前のものとなります。なのでね、今こうやってこのね、新しいコースをやっているわけですけども、この前まではね、そういうのがなかった状態なんでね、タヌキマリオとかネコピーチとかもいない状態でしたが、今回はいますというわけです。さあ、今回はフレンドの方に合流しています。じゃあ迷いみようぜ。あ、トリプルバナナによるガードは嬉しいですね。勝手に前出れますからね、これでね。はい、あい、周りにね、ブルーファルコンとかね、結構いるわけなんですよ。それもね、あのダウンロードコンテンツの特典であって、新しいマシンなんですよ。あと B ダッシュとかね、 DS 時代とかでもおなじみのマシンとかもありますね。あとはリンクとか、猫ピーチとかタヌキバリオがいて、その3人が隠しキャラではなくね、あ、まあ最初から出ているんですけど、一応追加キャラだな、追加キャラとしてまた出てきたキャラですね。よし、トリプルランブダッシュ。ここがこのコースね、いまいちやってないから、あの隠しというか新しいコースはね、全然グランプリ1回しかやってなくて、全然どういうコースなのか分かってない状態の中でこんな風に落ちたりするわけですよ。あー、お、なんとかなんとか言っても入れ替えれて、よっしゃー、これはスターだ。サンダーは誰も拾ってないから、もういいや、ショートカットに使ってしまう。よし、こうやってサンドリしておく、スターの時にサンドリしておくと結構速くなったりします。なんでさっきやんなかったんだろう。あー、もう3周目か、3周目で、あー、だからバナナがね、なんかね、前作よりもでかい気がします。よし、これでジャンプしての、あー、これ結構外膨らむな、ドリバーはね、結構外膨らみやすいんですよ。お、いいね、いいね、よくない、よくない、だから言ったのに。よくないよ、全然よくない。あ、でもアイテム入れ替えれる、これで入れ替える、また真ん中の方の順位で終わりそうな予感。怖い、あー、怖い、ダメですね。あー、もうキラーが全然出ない。キラー出る人って本当に羨ましい。僕この8でね、全然キラーが出ないんですよ。ほんとマリカー初めて何回出たんだろうっていうレベルですね。多分10回も出てないんじゃないかな。通算10レース目はハイラルシティ。さあ、未だに1位が一度もありませんね。これはまずいのではないでしょうか。そろそろ1位を取っていかないと、10勝するのはいつになっちゃうのかなってなりますよね。ま、この節目のね、10コース目でなんとかタイミングよくいければいいというわけですけども、私のアイテムの相変わらずの悪さが輝いていますね。運の悪さが輝くっていうのもね、なんかね、皮肉なもんだね。あー、本当は行幸プレイが売りな自分なのに全然できていないっていうのは少し違和感がある、個人的には。ただ皆さんにとってはどうなのか知らないけども、ダガン、あー、そして3位まで上がった。危ね、後ろが爆発したから、こっち、あの、僕が爆発したのかと思ったわ。後ろに置いて、まだ前にも仕掛けてきた。ちょっと怖いよ。後ろに仕掛けておいてよかったわ。危ねえ、怖いな、しかし。お、トリプル緑コーラですね、ありがとう。これは確実に1位まで追い込むことができますね。1位は何を持っている。お、トゲゾもいった、やったね。えい、さあ、これで結構追撃ができたのではないでしょうか。1位のオーストラリアの方、ここ今回は世界戦です。前回は国内だったけど、今回は世界戦の方に行っていますので、世界のなんちゃらとかいう風になりそうな気がしますね。何を言ってるかわからないな。いろんな国の方が本当にいますからね。だからオーストラリアのデイジーとかね、イギリスのデイジーとか、わけわからんデイジーができてしまうのではないでしょうか。おーおーおー、いい感じだ、いい感じに来てる。ただあの、さっきのタヌキマリオに来たトゲゾウはいかほどに、タヌキマリオがね、メジャーキャラなのか知らないわけですから、このマイナーキャラであるデイジーがついに1を取る時が来るのか。後ろは特にね、強い相手も持っていないから、これは大丈夫かなって言いたいけど、これはやばいかな。
あ、バナナか、大丈夫だね。バナナならまだ、赤コーラが1個くらいなら大丈夫だけど、赤コーラが2個来たらさ即終了というわけですよ。おっと、後ろはバナナでしたか。よかったよかった。パッとちゃんと確認しないと。これ結構長いんですよね、このハイラルシティはね。来た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 。あー、でも壁ドンしすったけど大丈夫、来た、大丈夫。発露コースも問題しませんでした。やったやった、初めて、動画内初めて、やった残り9勝です。残り9勝ですよ。やったやった、初めて来ましたよ。さあ来ました、ミュージックパーク、初めての勝利をつかんだわけですけど、連勝することは果たしてできるのか。おっとおっとおっと、これは演技が悪い。おっと、演技が悪いぞ。いきなりエンスト、いきなりエンスト、いきなりエンストはひどいですね。いやー、しかもアイテム取れないよ。やばいよこれはね。前が潰れていくのをね、もう見ていくしかないけどね。このパックンが嫌いだから、僕あんまりこのコース好きじゃないんですよ、ミュージックパーク。あー、だからどうなのかな。まあ、なんかなんだかんだ前出れてるけど、あ、ちょっと後ろ怖いの、なんか見えたよ。ちょっと後ろちょっと怖いのがいたような気がしますけど、大丈夫だった。トリプルキノコの方だった。緑コーラだったら死んでましたが、おっと、ブーメランもいる。さあ、じゃあジャンプしたけど、これはやばい。ごめんね。やばいっすね、すごいやばい。ここほんと嫌いなんだよな。やばいな、前の方がね、すごい差開いてますね。さあ、前の方がやっぱり外国の方のようでして、えい、スターを使って華麗に前に出たいけど、なんか結構離れてんな。これ追いつくか、危ない。そういえばコインが0枚じゃないか。やばいぞ、これ結構離されてますね。初心者ですか私。あー、赤コーラ1個、あれでも追いついてきた。よかったよかったよかった、やった、追いついてきたぞ。えい、ジャンプ。これが嫌いなんだよ、こいつがこっちに寄ってくったら嫌いなんだよ。あと、あれはジャンプできなかったし。なんか変な音鳴ったし。えい、そしてショートカット。おーおーおお、なんかいきなりサイマル上がれた。来た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 、あとそこ2人。おー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 おお、行こう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 、来たか来たか来たか、行こう。オーストラリアとドイツの方がいて、ドイツの方がいて、さあ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 、一気にレイジーが前を捉えるか、一気に前を捉えて差し切ることができるのか。ああ、後ろからカコーラ来てるけど大丈夫だったようです。ああ、これ緊張、緊張する、これ緊張します、これは緊張する戦いです。お、いいねいいねいいね。で、前がつまずいているところを一気に叩き込む。お、来た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 、一気に差し込む、一気に差し込むか、ダッシュ。あはははははは、よく追い込んだけどね。ちょっとやっぱスタートだな。いや流れが良くなってきました。この部屋結構オーストラリアの方が多いね。さあ、そんな中、モーモーカントリー、 Wii で待ったあのモーモーカントリーです。さあ行きましょう、モーモーカントリー。今スタート、いい感じにスタートが切れたね。あー、これアイテム取りたい取りたい、取れるかな。よし、ツイスト、ツイスト取って前出る。ヒーハー、なんかタヌキマリオはね、どうも今回ヒーハーっていうようですね。あのブラマヨの人みたいになってる。ヒーハー、ブラマヨかよこの人よ。ブラックマヨネーズのメンバーに新入りか、新入り、ブラックマヨネーズのメンバー、タヌキマリオがメンバー入りしました的な状態になってますよこれ。さあ大丈夫かな、オーストラリアとイギリス、そしてスペインの方が、ドイツか、あれは結構強い人多いよねやっぱりね、こういう世界でもね。ああ、壁ゴン、壁ゴン、壁ゴンの壁ゴン。ああ、でもパックに達して、助かった。おっと、牛にブーメランを当てている。さあ7位まで結構下がっていますね。おお、大爆発を起こしたようです。あなたに丸マインでもいたのかな。あーっと、キノコ1個ではちょっと物足りないか。さあ6位か、ちょっと微妙なところではありますけど、トゲゾウが行ったようですね。マイナーの味方トゲゾウ、メジャー勢に追いそうかかる、トゲゾウというわけですか。あー、ちょっと待って、結構差が短いからいいアイテム引けない可能性があるな。お、来た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 、トリプルラムラッシュ来たけど、
お、なんか大混戦、大混戦、一気に抜けた、何があった、一気に抜けたけど、しかし不安、えい、おっと、この動画だけで2勝、を上げることができるのか。あー、なんか来てる、なんかどっちだ。あー、勝った、あぶねー。まさかの2勝目、助かった。これは絶対負けたと思いました。あー、いやー、テンションどんどん高くするとか言ってるけど、今のうちからこんなテンションで大丈夫なのかな。次とかその次とかもうやばいんじゃないかな。じゃあ次回に続きます。